秋元康の真似弟子参戦。ボスジムからエンタメを知り尽くした放送作家美濃部達弘47歳。ションベンのキレは悪くなりましたが、パンチのキレでは負けません。頑張ります。対するは東京生まれ空手育ち、一時は道を外したが今じゃ一発のエグゼクティブ、ターゲット渋谷、ビューティー関連会社経営、清水秀人48歳。人になんかどう見られるっていうよりは自分が後悔しない戦い方をしたいですね。始めたからには必ず何か物事には結果を出さなきゃならないと思ってるんで、この試合で1ラウンド KO を目指して当てに行きます。ライズのリングで魂を燃やせ。美濃部達弘 VS 清水秀人。さあ日立さん、第4試合 67.5kg の試合になります。それではただいま本日の第4試合、なんかもう優勝からもうプロの試合なのかなと思うぐらい、そうですよね、すごい感じで入ってきたんで、煽り V からすごかったです。168cm66.8kg。 さあ青コーナー、ターゲット渋谷所属、ターゲット渋谷です、48歳、日立さんとも同門のビューティー関連会社経営、ね、清水ヒデヒト、ビューティー関連会社系清水ヒデヒト。北地さんも髪切ってもらってるんですよね。そうなんですよ、赤コーナーさせていただいてて177cm66.4kg、 こちら赤コーナーです。ボスジム所属47歳、放送作家、放送作家、美濃部達弘、秋元康の愛弟子美濃部達弘。レフェリー永瀬、これいやなんか美濃部選手、はい、パッと見もうやっぱリーチ長いなと思って、はい、そこを今最初に思ってることですね。ちょっと身長差もありますよね、はい、手が長いんで、はい、どのようなスタイルで来るのかなってちょっと楽しみですね。やっぱりボスジムということでちょっとアーネストホーストさんの和製版って感じですよね。じゃあもうパンチローマで来るんじゃないですか。うおさあ楽しみです。はい、清水さんもそのローキックパンチ得意なんで、あまりに大きい5000円ですと、はい、注意の対象となってしまいます。ますね、どうぞお控えいただきますように。放送作家とビューティー関連会社の試合って絶対ないですもんね。ないですね。さあ緊張感ありますね。わあ、やっぱローキーいきますね。美濃部選手の膝もいいか。お互いも序盤から前に行きますね。いやこれ技術戦になると思いますね。はい、おわい、膝清水選手、ね、膝いいですね。やっぱりね、この、はい、おーこの膝ですね。今の膝ですね。おわ、美濃部選手のパンチ当たってますね。このやっぱり圧力っていうのは嫌なもんなんですか。そうですね、やっぱりこうプレッシャーかけてるんで疲れるんですよ、やっぱりプレッシャーかけられると。おわ、当たってるですね、清水さん。逆に清水選手みたいなタイプの人はどういう風に攻めていったらいいんですか。これはしっかり当てて、はい、今みたいにま組んだらもう離したり、はい、あの広いとこ広いとこ逃げるというか、はい、自分の距離で戦うことですね。あ、なるほど、相手の距離で今の、はい、この距離がいいですね。そうそうそうです。こう詰められてもくるっと回って、まあ、打ち合う痛いときは打ち合って、はい、全然負けてなかったんで、はい、面白い試合ですね。逆に美濃部選手も前に前に来られるとちょっと嫌な、逆に嫌かもしれないですね。はい、わー、いいですね。美濃部選手最初ロー良かったんで、そうですね、今ちょっとなくなっちゃってるんで、もったいないですね。蹴りからパンチにつなげていきたいですよね。そうですね。わー、これも技術高いですね、レベルが。このやっぱりラスト10秒さあ、ラスト10、もうラスト10秒です。わー、今のローですね。わー、お互いローいいですね。おーい、今の清水選手の右ストレートが入りました。ここで第1ラウンド終了。いや、日立選手、これはいや、この試合ちょっとレベル高いですね。あの技術がお互いあるんで、あのパンチロー、ディフェンスディフェンスで組んでからもうガチャガチャになるってよりも首相撲でもこう拮抗してる感じで膝まで行ったりしてるんで、はい、いや、お互いもう芸術高いなと思いました、ね、これまでのまた第1、第2、第3試合とはまた違う戦いですよね。全然違った、はい、戦いですね。距離もしっかりお互いがお互いの距離で戦いたいっていう、はい、こう、この拮抗したぶつかり合いがもう熱いですね。いや、アマチュアなのにレベル高いですよね。レベル高いです、マジで。すごいな。
いやすごい。お互い40歳超えてるんですよね。いやもうだってよ、みのべさんは46歳、清水さんは48歳ですよ。また見えないですね。セコンダーアウト、セコンダー。さあ早いものでラストラウンド2ファイナルラインおお、清水選手がパンチを当てていく。どっちも勝負仕掛けるんじゃないですか、はい、1ラウンド。美濃部選手は先ほど日立さんが言われた通り蹴りからつなげていきたい。そうですね、ローキックがいいと思うんで、はい、あそうですね、今の蹴りですね。この清水さんも懐入るの上手ですよね。上手ですね。そうなんですよ、接近戦も上手なんですよ、はい、おお、この右フック、この状態を押して、おこの右フック、今の当たってるですね。今のはちょっと効いたかもしれませんね。今の効いてるかもしれないですね。さあここでお互い、あ、今の膝出したい、あの組んだ時に膝出したいですね。そうですよね。おお、さあガード上げて、ガード上げて、美濃部選手の右フックが当たってきています。おお、今清水さんの右ストレートも入ってますよ ね、 っすね。清水選手気持ちが折れないです ね、 そうですね、疲れてきたかもしれないです、うん、わおラスト30秒、うわ気持ちですね、もうあれは気持ちで前行ってますね。これ気持ちで行きますよね、はい、うわダウン、あーダウンだ、ミノベ選手がダウンを奪いました。いやすごい、これは清水さん立てるか、いや頑張れ、お立ちましたね。はい、1ラウンド2度のダウンで KO 負けとなります。ラスト10、そのあと気合ですね。さあここラスト10秒です。ミノベさんも最後仕掛けてますね。さあ試合終了、いや、いい試合、いやこれよりジャッジの集計を行います。やはりこのお二人ともやっぱ気持ちが最後まで知らないですね。すごいですね、やっぱこんだけ人生をやってきただけありますね。いや最後まで勝った、いやもうこれデビュー戦なんですよ清水さん。あ、そうですか。いや清水さんもデビュー戦でここまでできたらもう自信になりますよ。すごいですよ、本当にきついんですよデビュー戦で。北地さんもデビュー戦覚えてますか、アマチュアでの。覚えてますね、もうただガードなんて一切できずに、ただ殴り合いって、もうずっと殴り合ってましたか。めちゃくちゃきつかったっす、ね、ジャッジ、アキア。お、ジャッジが出ました。20対18、赤、ミノベ、うん、ダウン、ジャッジ、ね、佐藤、ダウンの分が20対18、赤、ミノベ、ジャッジ、トモタケ、20対18、赤、美濃部、3対0です。以上3対0の判定をもちまして、勝者、美濃部達弘、秋元康さんの愛弟子、美濃部達弘選手がここで勝ちました。ただ清水さんも最後まで、そうですね、最後まで勝ちましたね、はい、本当だってあのダウンでもね、諦めちゃうんじゃないですか。そうですね、いや結構効いてましたし、うん、あのもうきついですやっぱり、打たれて動くと、はい、今もね、すべて出し切った感じが、出し切ってますね。いやいい試合でしたね、本当。ただこのライズモアの1分30秒っていうのは全部出せるからいいですね。いや、本当出し切れるってところで、やっぱり本当にいい時間だなと思います。今清水選手に大きな拍手が、勝ちました美濃部達弘選手にコメントをいただきます。いやナイスファイトでした、お願いします。ナイスファイトです。さあここでマイクですかね。Tシャツ着てますね。お、井上さん。ボスジムの、まずは対戦してくれた清水選手ありがとうございました。めちゃめちゃ強かったです。それから、セコンドをしてくれた畑さん、鶴ちゃん、一緒に練習してくれた柴田さん、それから今日応援に来てくれたボスジムの他の皆さんで、普段指導してくれてる、ボスジムの東先生、強い先生、あと小姫巻さん、それから一番、このゴールデンウィーク中にずっと付き合ってくれた春子大城選手ありがとうございました。格闘技は一人でやるスポーツですけど、格闘技は一人でやるスポーツですけど、決して一人ではできないと思います。本当に皆さんのおかげでやることができましたので、これからもよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。マイクも本当になんか、いやプロそうですよ、ね、聞いててなんか学べますよね。いや本当すごいですね、もうプロの試合ですね、これはもうすごい。いや本当にいい言葉をおっしゃってたんで、いや率
ですね、学びですね、これは。やっぱりね、40を超えた人たちからね、やっぱ若者の僕たちも学んでいかないといけないですよね。まだまだいけるっていうパワーを感じますね。非常に盛り上がった第4試合でした。